はい、今回はベガスムービースタジオ15プラチナムでこんな感じのズームトランジションの作り方をご紹介していきます。今回ご紹介する作り方ではベガスのバージョン15で新しく追加されたエフェクトのピクチャーインピクチャーを使っていますので、無印のベガスムービースタジオでは作ることができません。バージョン15のムービースタジオプラチナムとベガスプロで作ることができます。では実際に作っていきます。まずタイムラインに素材を配置します。4秒で2つ目が、表示される形ですね。こんな感じで、4秒でカット1からカット2に変わるようにします。では、ズームトランジションを作っていきます。まず上のカットには非表示にしておきます。4秒にカーソルを移動します。カット1のイベント FX にエフェクト、ベガスピクチャーインピクチャーを追加します。サイズを1、もともとのサイズですね、に設定してアニメーションをオンにします。タイムラインの同期をオンにします。4秒の時にスケール1でキーフレームを追加します。8フレーム進めます。1,2,3,4,5,6,7,8 8フレーム進めたらスケールの数値を6倍にします。するとこんな感じですね。8フレームで6倍にズームアップするようになります。画質は今プレビューで行っています。フルにすると動かないですね。6倍にするとこれぐらいの画質となります。今は動き重視ですので、プレビュー画質で行います。まずこれが1つ目の設定となります。次に2つ目の動きを設定していきます。2つ目の素材を表示させます。このカット2のイベント FX から、ピクチャーインピクチャーを追加。表示サイズを 0.333。3分の1ですね、に設定しておきます。この状態でさらにエフェクトを追加します。プラグインチェーンからベガスミラーを追加します。このミラーを使うとこんな感じで反転で複製させることができます。縦の幅が1ですので、これも3分の1にしたいので、高さの1を 0.333 フル画質にして隙間がないか確認します。ないですね。これでまず一つ反転複製することができました。さらにミラーを追加します。次は上に複製したいので、このアングルを180度させます。すると、さらに上に複製させることができます。数値は 0.333 の2倍ですので 0.666。 割り切れない数値なのでちょっと隙間ができてしまいますので、こういった時は5といった形で調整します。さらに両サイドも作っていきます。ミラーを追加 OK、 角度をマイナス90度にします。すると左側ですね、今度は横幅の3分の1ですので 0.333、 少し隙間が空いているので4、こんな感じですね。もう一つ、次は角度が90度で右側に持っていきます。そして横の配置が 0.666。これで3分の1の状態で画面全体にループ表示させるようになりました。この状態でさらにピクチャーインピクチャーを追加します。表示サイズは1。ループ表示の状態ですね。
これを4秒の時にスケールにアニメーションをつけます。そして下の方は8フレームで6倍のアニメーションを設定しましたので、その半分4フレーム進めて3倍に設定します。3すると画質を落とします。プレビュー自動、こんな感じとなります。4フレームで3倍にズームするアニメーションとなります。そしてスタート位置をずらします。下のアニメーションは4秒から8フレームかけて6倍、1、2、3、4、5、6、7、8ですので、その半分1、2、3、4フレームから上をスタートさせます。するとここから上も下もどちらも3倍される形ですね。動きがここに若干フェードインを入れます。そして両方再生するとこんな感じでズームトランジションとなります。こんな感じでズームトランジションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。